フランチェスコ・アゲロ・フランチェスコ・アジェロは、イタリアのテストパイロットである。1930年代に、水上レース機、マッキー MC72 で、世界速度記録を樹立した。ロンバルディアのカザルプステルレンゴで生まれた。1924年に、パイロット学校を出た後、イタリア空軍のテストパイロットとなり、デゼンツァーのデルガルダの高速機研究所に参加した。 1933年4月10日に 2500HP のエンジンを搭載したマッキー MC72 で時速 683km の世界速度記録を樹立し、1934年10月23日にエンジンの出力を 3100HP に向上した、機体で記録を時速 709km に伸ばした。これらの飛行で国際航空連盟から2度のデラボ賞を受賞し、 イタリアのメドグリア・ドーロ・アルバロー・エリノーティコを受訓した。このピストン水蒸気の速度記録はまだ更新されていない。1935年からグイドーニア・モンテチェーリオの試験飛行センターに移り、1942年に新戦闘機の試験中にミラノ・ブレス飛行場で事故死した。ありがとうございます。